へいよー、明けのつめしーです。そしてへいよー、麦つめしーです。いいんすかそんな。いや、なんすかあれ、はい、ということで世界王者の麦ったん麦どっち、まあどっちでもどっちでも、はい、どっちでもいける麦つめしーが来てくれました。ということでまず改めて世界大会優勝おめでとうね。ありがとうございます、はいはい、初の実写コラボ。そうっすね。いやだから実写に喋っていう動画出すの初めてでしょ。動画は初なんですけど、まあ、うん、クラコロとか、あはいはい、そういう系はまあ、あとスーパーセグトライアスロン2かな、はい、うん、とウルフ、ウルツメシ、ウルツメシ、ウルフがいます、はい、ということなんですけども、今日はね麦からのまあその世界大会優勝したから、まあ、せっかくだしいろんな動画撮りたいねって言ったところで、まあ話聞けたらいいなっていう、はい、あとまあ麦からその視聴者の方へねご報告、まあそうっすね、まあ世界大会のあるじゃん、まあ、ちっちゃめの報告が、ちっちゃめの報告、はい、と最後ちょっと重大重大な報告があるので、はい、そうですね、皆さん楽しんでもらえたらいいかなと思います。ということで世界大会優勝したと思うけど、ちょっと率直な感想、率直、まあ、うん、本当に率直でいくとマジで嬉しいです。あ、やっぱ嬉しい、はい、一言、うん、じわじわくる。いやまあそうですね、なんか実感最初はなくて、うん、今結構感じてきてるけど、あ、まあ、確かにそのいろんな人からの反響とか、はいはいはい、まあ、チャンネル登録者の伸びとか、そうですね、やっぱ1位と2位のさ差ってやばくない？やばい。世界大会準優勝でもさ正直すごいけど、はいはいはい、1位はやっぱやばいよね。そうっすよね、やっぱ。しかも麦そのウィナーズで勝ってったから1回も負けてないよね。そうっす、無敗で優勝っす。他のプレイヤー全員2敗してんだよ。はい、そうっす。麦だけ無敗で他の人2敗してんだよ、はい、やばいよね。やばいっす、もう無敵っす俺。無敵やんな、はい、誰にも負けないっす。とさ普段からさ麦と喋ってさ、やっぱ俺最強みたいな感じじゃん、はいはい、そうマジで最強だったからさ、そうっすね、ビビったマジで。え、そのさ今回デュエルルールだったじゃん、はい、なんか麦さそういう作戦叩きの結構苦手っぽいイメージがあったけど、 その世界大会で勝てたのはなんで、そのいやまあ正直なこと言うと、うん、毎月予選があったんですけど、そうだね、それは正直温めてました。全部トップ8行ってないもんね、はい、トップ8行ってない。デッキを世界大会に取ってたんですよ、うん、ずっと。まあ、なるほどね、あえてあえてですね、あえてあそこまでポイントギリギリまで稼いで、まあそれっぽくことして全部隠した。いやもう それで全部を出したって感じ、本気出した。みんな信じてるよ。まあでもそうやな、超本気じゃないよな、その年末があくまで、なんでもう割と早めからもう世界大会行くこと決まってたから、はいはい、そうですね。しかもさ、麦の何がおもろいってさ、その1月からさ8月ぐらいまで予選があったじゃん、はいはいはい、1月飛んだじゃん。1月飛びました。忘れたしょ、エントリー忘れて、結構まあそんな知らなかったんですよ、あること自体、うんうんうん、でまあ次の月からの本気出して、そうやんな、はい、でトップ8 1回も行ってなくて最後出てきて、はい、優勝。そうっすね。王者の抱っこ、はい、いいっすね。いいね、そんな感じなんだけど、いやまあしかも麦のすごいって、まじ YouTube もさしっかりやりながらだったし、はいはいはい、なんか、うん、その軽いじゃないけど超なんかマジ超やってましたみたいな感じで見えなかったよな、あんま。そうですね、結構まあまあでも実際やったっしょ。まあ練習は結構してて、うん、まあ、時間ないながらもさっきなんか見つけながら結構、うん、直前とかもやっぱプレバトしたり。なるほどね、さすがにやりましたね。てか麦が思う世界大会出てくるや、まあ、自分の次に強えなって思う人誰、はい、いやもう一択でライトっす。あ、もう順位も、はい、まあ、2位ライトだけどマジでライトか。でも正直、うん、俺、まあ、強さがやっぱモハメドライト強いんですよ、うん、強いね、うん、予選ズバ抜けて1位だったし、個人的に、まあ、うまさでは負けてないんですけど、うん、やっぱ全部含めると結構もう互角かなっていう。あー、なるほどね、はい、個人的になんかもう俺らが飛び抜けてるなっていう全体を見ても、はいはい、じゃあ対面でもう勝つ自信はあるけど、はい、その大会の安定した成績出すとかは、まあ、ライトの方が。そうですね、まあ、そこ全部含めたらやっぱ合格なのかな。あー、なるほどね。いやこれ深いな。みんななんとなく伝わればね。そうあれだけど、ちょっともうじゃあこっからはみんながちょっと疑問に思うことを麦に軽く投げていこうかな。はい、行きましょう。じゃあ賞金の使い道、賞金の使い道、ガチな方、貯金です。あー、もうガチで貯金か、はい、ガチの貯金。物欲マジないよね、本当にないっす正直。まあアクセサリー系も結構買って、うんうん、まあ、正直満足っていうところで、はいはい、今のところは貯金です。なるほどね、うん、クソ可愛いよ。じゃあそう上手くなるコツ秘訣、あ、まあ僕のプレイを見ることです。あー、はい、YouTube ね、 YouTube。 え、マジでそれ以外は、そのそれ以外で言うと、うん、正直センスっていう部分も結構大事なんですけど、はいはいはい、量やっぱり、あ、マルチの量。確かに、はい、マジで俺らが1年目2年目とか
チームリーグやってる時、まあ、正直マルチは捨ててたよ俺が。そうですね。そのなんでかっていうと利益見られるから、はい、マルチで練習したデッキって、まあ、メタられて当然みたいな。そうですね。その間にでも麦とかがマルチゴリゴリ回して PS がもう抜けたよね。はい、もう、うん、ぶち抜きましたみんな。だからプロも結局そのマルチ必要派とマルチいらずにのグラチャゲとフレバトだけで完成させる派がいたよね。そうです。サジゴブがマルチいらない派だったよ。ボーちゃんとかも、はい、そうで、ライトとか麦とか、まあ、エリシオフもそうか、まあ、今で言うと、まあ、サムエル、ルーカスとかもルーベンもそうやんな。そうです、ね、がマルチ勢なんやな、はい、で結局マルチのピースが必要でしたっていう。そうです。そうお話で麦は誰よりも先にやってたからもう誰も手が届かなくなっちゃったみたいな感じか。かわいいなそうウルフ大事だからねやっぱり、はい。あとなんだろう、なんか麦が喋りたことあるよ、その視聴者の方にというか応援してくれたみんなに、ま、本当に正直、うん、ツイートとか、うん、まあ、リプ、DM、うん、結構目通してて、はいはいはい、そういう、まあ、世界大会始まる前の応援とか、うん、全部見てて正直それやっぱでかいなっていう、応援ってマジででかいなっていう体感したのと、その後の感想とか、うん、ツイートも全部見てなんかめっちゃ応援されてたんだなっていう、本当にもう感謝の気持ちしかなくて、それがなかったらもう優勝できなかったって言ってもやっぱ過言ではないんで、めちゃめちゃ嬉しい、はい、めちゃめちゃみんな嬉しいと思ういやマジでありがとうございます、うん、いやー、はい、だから人工知能って言われるじゃん、はい、人工知能あの何称号はどう思う。まあ別にいいっすよ、みんなも。あ、もう、はい、そのまんまみたいな。今後世界王者じゃない、はい、世界王者麦だよ。そうです、やば安売りできないっす、こっから。確かに安売りできないな、はい、世界大会で一番ヒヤッとした試合。あ、まあ、やっぱり1日目デイワン、デイワンの1回負けたら終わりっていう緊張感もあり、日本勢もね、はい、それまで5人出てて4人敗退してて、そうですね、っていう部分で、しかも1ゲーム目ゲボ相手で1ゲーム目取られた時がマジ一番、まあ、正直焦ったんですけどプレイには支障なくて、うん、まあ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 心の中でめっちゃ焦ってました。で2ゲーム目取り返して、はい、まあ、3ゲーム目泣き者になったけど、まあそうですね、まあ、突破して、まあ、結果で示したから。確かに、うん、まあそんな感じでね、結構まあなんか麦も端的すぎて、はい、なんかもうだってもうなんかもう話深掘りしても結局だって、まあ、センスとか、まあ、そういう感じでも完結するから、今後の目標、ツイッターでも言ってたけどグローバル1位取って2回取ってるの、はい、グローバル大会も取ってるよね。取りました。で今回リーグでも取って、はい、何がの目標、今の目標でいうとやっぱ、うん、YouTube100、うん、万人を、はい、目指して頑張りたいなと思って。いやもうなんかさ、俺とかライキが言う100万人とは違うじゃん、はいはいはい、ガチでありそうガチで目指した今だってちょうど麦の声なしの動画か、はい、のあの海外向けなのか分かんないけど、あのチャンネルが10万人いきそうだね。そうですね、10万、うん、もうすぐぐらいで、あれもやっぱ見た方が上手くなるとなります、本当に。なるほどね。でところで麦なんか重大発表あるらしいけど、まあ、重大発表、ガチの重大発表な、うん、発表なんですけど、うん、この度、はい、麦ったんとして、はい、日本語の解説チャンネルを解説します。やばっ、解説チャンネルを解説しました、はい、解説チャンネルを解説します。でも俺みたいに、まあ、ヘリを検討して今日はねこの時使ってきますということで、これね相手これ切ったねこれいきますみたいなことを、はい、本気で上手くなるために動画を出していきます。やばいって、ほどほどにしてくんねただ海外向けのチャンネル、まあ、声なしのやつと、はい、声ありの日本向けチャンネルが、そうなります。なんか概要欄に貼ってあるっぽいっす、これ、はい、はい、麦ったんっていうやつで日本語向けも今日もう出来たてほやほやなので、いや出します、はい、みんなもね、もういきなりもう5万ぐらいいきます、登録者。なんでもこれ見てる人マジで全員見た方がいいです、正直いやマジで世界1位なんで、はい、世界1位のプレイ解説をやっぱ見てほしいなって。いやマジでその通り。あとこのいいところを語っていくんですけど、うんうん、何でも使えるんですよ。確かに、リクエスト全部答えます。コメント500件来たら500本その日に取るんで、はい、やばいっす、気合が違うんで。なるほどね、はい、いやこれマジでやばい、もうめちゃめちゃすごい話だと思う。いや正直、うん、やばいっすよ、日本のレベルがもうガッて。そう、麦の動画無料で見れるのやばいと思うの。日本のレベルガッて上がるよね、はい、今まで俺とかライキがさ麦にちょっとこのデッキどう使うんとか言って、ちなみにそうやって聞いてトロフィー300とか上がるから。そうっすよね。そうだ、みんなが聞いたらトロフィー3000上がる。3000上がります、うん、いやということで、概要欄に貼ってあるんで、まあ明日とかな、はい、多分そうっすね、早速動画出ると思うので皆さんも
ぜひぜひお願いします。登録してもう待っててください、はい、うまくなりたい人だけ見てください、うん、はい、ということで麦のご報告か動画ね、コミュニティ、まあ、終わりかなといったところで、まあ、この後ね俺のチャンネルの方でもちょっとコラボ動画 ね、 そうですね、あの撮ろうかなと思うので皆さんねお楽しみにしてください。ということでということでバイバーイ。